ありがとう。夢中。はよ。おはようございます。かわちゃん、しとしちゃん、とちやさん、ありがとうございます。やちんせさん、かんさん、なりばさん、ありがとう。りんたろうさん、ありがとう。嬉しい。かわいい、ありがとうございます。あ、めっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。結婚したいぐらい好き、ほんとか？よしたありがとう。キャルトさんありがとう。今日はオンラインよろオンライン話し会よろしくお願いします。参加される方をよろしくお願いします。ひらつくさんありがとう。おはよう。たまたこさん覚えましたよ。いや、ちょ、そう、綺麗じゃないよ。ありがとう、嬉しい。1位まで3時さんもぜひ応援よろしくお願いいたします。お話しかよろしくね、皆さん。おはよう。ちょっと私ちょっとメイク配信しつつ、あまり時間ないのでメイクしていきたいと思いますね。よいしょ。メイク解説しながらあまり見ないと思うんですけど、ゆうか22、え、嬉しい。かなちゃん推しの方と話せる嬉しい、楽しみだ。ゆうたつさんありがとう。なぜぼさかさん、確かに、なぜだろう、なんだろう、確かに、え、怖い、私やってないよ。え、怖い、なんで話し会楽しみ。あだちさんありがとう。みなさん、あだちさんありがとうございます。エムタツさん、キャラットさん、フレッシュチキナイタニさん、リュウさん、ありがとう。みんなありがとうございます。はよん、ちょっとこれ取り上げて、いい感じの台見つけた。やっぱメイクするときはこうやって前髪どけて。おはようございます。あ、かずさん、くまたんありがとう、ひーちゃんありがとう、ところさん、嬉しいことありがとう、ひーちゃんありがとう、みんなありがとうございます。嬉しいだけだよ。あずちゃん、コジパンさんありがとうございます。スキンケア、私はこれを使ってましたわかんないかもしれんけど、これのパックをしていきます。今からなんか個人的な感想だけど、パックした後に化粧したらなんかメイクのりが良くなる気がする。気のせいか。YouTuber みたい、私 YouTuber になった。ハチさんありがとう、ダイクさんありがとう。花火ギフト終わっちゃうんだ。たくさん花火の光景見れて幸せでした。私ありがとう。タロコルスさんフォローしました。あ、結婚してメイク40ぐらい、スタッフさんありがとう。すごい、ありがとう、嬉しい。一色のまたもありがとうございます。ちょっとメイク終わってからお礼します
ありがとうございます。嬉しすぎる。朝から瓶が欲しい。あった気がするんだよな、メイクポーチに。このアクアも結構長めになります。今日でね8月終わっちゃう。線香花火したかったね。あれですか、カラオケのやつね。そう、気象に良くなるよ。おはよう、今日も来てくれてありがとうございます。保湿あかつきさん、こちぱんさん、ありがとうございます。また貼っときますね。ありがとう、嬉しい。おじゃまるさん、よしこさんでした、ありがとう。チックタン、ありがとう。コナンさん、あ、メイクしたいけど全然手が進まない。またありがとう。え、すごい、グッドですかね。嬉しい。食のまたはありがとうございます。ひうちさん、ありがとう。たかぼぼぺ、ありがとう。たかひいろさん、ありがとう。かわいい、ありがとう。ゆうちさん、ありがとう。嬉しい。タワー、ありがとうございます。ちょっとスクショ、ありがとうね。朝からもう嬉しすぎる。ナイス、ありがとう。ピンクのクメさん、ありがとう。夢中ようじろうさん、ありがとう。今日ね、なんか何の夢見たっけ。忘れてた。何の夢見てたっけ。なんかなんだか面白い話見てた。おじゃまるさん、ありがとう。ピンクのくまさん、ありがとうございます。帰ってきたかな。さっき見てた夢を、そうなん、覚え出せない。なんだっけ、大学、え、なんだっけ、面白かって、楽しくて、なんか気分が良かったんですよね。面白いっていうか、なんだっけ、もう忘れちゃったよ。私見てないっけ。ミヤコブルーさん、天使さん、エンプツさん、ありがとう。みんなありがとうね。花火たくさんありがとうございます。ごちそう食べたい。え、いいね。おはよう。何食べたかな。パパがもう早い。そういう、みきさん、ありがとう。今日は野菜の日らしい。野菜の日褒められるよね。ゾンネさん、ゆずきちさん、ありがとうございます。
そう、お仕事とお仕事です。楽しんでください。ゆずきんじさんありがとう。おじいおなみありがとうございます。ぴょん。やすなみさんありがとうございます。もうちょっとそろそろ起床します。そろそろいい加減、私も進まない。化粧もリアツジブリ展行きました。ジブリ展面白かったというか、なんかいろいろ写真スポットとかめっちゃあって楽しかった。ジブリ好きな方は行った方がいいかもしれない。なんかたくさん写真とかたくさん。あ、2位まであと5万ポイント、ありがとう。よし、メイクを終わったら、メイク終わったら違う、パック終わったら一回外して、外してまつげ切りに、あ、まつげじゃない、まつげ切ったらダメだ。眉毛を揃えに行きたい。まだ人生でね、眉毛揃えたことがないのよ。だからそろそろ揃えに行きたいですね。眉毛あきさん、りゅうひょたろさん、ありがとう。リチャードさんありがとう。あ、栃木のすーさん、リチャードさんありがとう。すーさんレモンストありがとうございます。はや、かわいい、本当ですか。終わったら終わったらあの日焼け止め塗ります。これは多分あのメイクリスピに出てなかったんですけど、これかこれを塗ります。これかこれを塗ります。これはメイクレシピに載ってたやつ、これも塗るときもあるんですけど、今日はこれ塗ります。クジラちゃんごちばんちゃんありがとう。え、嬉しい。キャロットさん最近来ないから寂しく感じたよ、感じてたよ。あー、ゆずきんじさんありがとう。花火すごい、ありがとうございます。え、嬉しい。昨日誕生、エルタツさん、ヤシタオノピーさんありがとうございます。日焼け止め、そう、私はこれを最近、あ、嬉しい。リョウさんありがとう、嬉しすぎる。ちょっとまた後でお礼します。あ、パフ忘れちゃった。一回にパフ忘れちゃった。パフがないと。にありがとう、嬉しい。え、違う、え、あれあれ、表示表示されてない。大名が迷う、確かに。え、嬉しい、皆さんありがとうございます。ん、ちょっともうパフが忘れちゃって、ちょっと悲しすぎる。あ、口に入っちゃう、うう、う口に入っちゃう、うう。はい、頑張れ、リエちゃんありがとう。頑張る、もうちょい。ぜひお待ちくださいよ。よしかんでございます。うらちゃんありがとう。パフを忘れてしまった。私ね、この日焼け止め好きなんよね。めっちゃトーンアップするんですよ。紫色。
かなりトーンアップして、これの日焼け止め好きなの。まあ好き。でも最近なんか下地でめっちゃ気になるのがあって、なんだっけ、マキアージュとかてるてるの下地とか結構いいらしくて、それ今度買ってみようかな。マキアージュの紫の下地。よし、焼き止めになりました。次は下地塗ります。下地、メイク下地。これは多分メイクレシピ載せてなかったんですけど、ちょっと待ってね。ミノンのアミノモイストっていうメイクの下地。パフ忘れちゃった、悲しい。こんなやつね、ミノンのアミノモイストね。あ、マキアージュいいよね。これは肌思いって感じです。肌が結構あの敏感肌の方とかミノンはおすすめですね。化粧水も全部、乳液も。トンドルさんありがとう。そう、ミノンのよくミノン CM やってるよね。化粧水わかんないけど、これのそのミノンの下地です。下地バージョン、化粧下地。一緒くらいもありがとう。一緒やったん、一緒、え、よしってありがとう。はい、何ですか。ね、誰だろう。光がね、ここは暗いから難しいな。リュウチカ、嬉しい。リボブルさんありがとう。リュウチおはよう、おはよう。パフ。
妹からパフ。やったね、パフが届いた。光加減わかんないからちょっとこっちにしよう。おかえりやつ。うん、私の目標は2位に入ること、2位以内に入ることです。1位にこだわらず、2位は決勝に進める範囲なので、目標は2位以内です。私の目標は、1位と2位の差は、多分1位のあれはまず決勝に進むことができて、掲載のページが1ページで、あの2位の予選2位の方が予選あ決勝行けて、でもあの掲載ページが半分ぐらいになるだけで、ただそれの違いで。決勝に進めるのは2位までなので、ぜひよろしくお願いします。大虫か。2位以内に入りたいですね。タンタンありがとう。朝のルーティーンはまず起きたら、最初にもうお腹空いてるからご飯を食べて、ご飯食べてちょっとソファーとかで休憩、時間があったらね休憩して、で次歯磨きして顔洗ってって感じ。まず最初起きたらすぐ、うん、ちょっとテレビ見てとか、ちょっとスマホ見てとかしてご飯食べたりするし、まあ、ご飯食べ終わった後はすぐは歯磨きしたくないから、15分ぐらい経ったらいつもした。高い山を登る。はい、あ、てるてるのファンデーション忘れちゃった。1階にあるので今回はあの液体のファンデーション使ってます。てかてるてるはね結構ママが使ってる。今そのティルティル使ってたんだけど、ちょっと色が濃くて肌の色にあんま合わなくて、仕上がり、でもやっぱりいい化粧、いいやつだといい感じ。やっぱ値段ですね、ほぼ値段じゃないものもあるんですけど、だいたい値段です。レバコスとかは多分。よし、できたら眉毛塗ります。眉毛塗りますって言ったらあれなんですけど、眉毛を描きます。眉毛ある方なんだと思うんだけど、私はこの筆で描きます。筆に粉をやっていつも塗ります。
茶色っぽくなった眉毛。本当なんか前メイクしてもらったメイクさんにビスの時かな、え違う、あのパルコに今展示されている写真でなんかの時の撮影の時にメイクさんに眉毛立派だねって来ました。眉毛完成。で次はデイジークって言うんですけど、デイジークの筆あれどこやったんだろう、私いろいろなくしすぎて困った。あったもうありがとう。なんか YouTuber っぽくなっちゃった。私 YouTuber です、実は言うと。みんな朝ごはん食べてる多分。どうぞって聞こえた。私もお腹空いた。塗りました。今日のオンラインよろしくね。レインボースターありがとう。クジラちゃんありがとう。朝ごはんは米粉パンケーキ。食べる。これを薄い色塗ったら、まあ、いっぱい塗ります。塗ったら次にまあここはもう気分なんですけど、まあ濃い色、あんま塗りすぎないように濃い色を二重幅に塗るんです。私みんなそうか、この筆でやるの間違えた、細い筆でやらなきゃ。あんまりゆいかたんから教えてもらったんですけど、アイシャドウはあんまり塗らないようにしてるらしいです。でまたこう色取って、ここここに塗りました。今で次アイライン、あーやばい、まあ、これもあの何紹介メイクレシピに載せたんですけど、ケイトっていうケイトのあのアイライン、化粧難しかった、慣れるまで。アイライン、はあ、にーありがとう、嬉しい、だけありがとうございます。にー嬉しい、なんかめためてた、ありがとう、ありがとう、みんな応援してくれてありがとうございます。アイライン難しい。描きました、アイライン、インラインも描きたいんですけど、
よし、書きました。アイライン終了です。で、次は ファンメイク。これも捨てたと思う。これをここに行きます。ここに書きました。よく進めてる。チューポンが1位。ぜひチューポンにはよろしくお願いします。チューポンで1位と2位取ろうねって頑張っていたのでぜひお願いします。ミーポンと一緒に勝ち取りたいです。いや、私はまつげが命だと思ってます。ここからが勝負。本当にここからが勝負。でもなんかまつげが上がんないんですよね。まつげ上がります。おはよう。こうやってまつげ上げます。この使い方がなんか悪いのか、全然まつげがなんか上げないんですよ。ちゃんの気持ちです。嬉しい。で、上がったらエッテュセのマスカラ下地、エッテュセって言うんですけど、エッテュセのマスカラ下地を塗ります。からしたし足がビリビリ大根。そう、あやばい。歯医者さん頑張って。歯医者さん伸びた。ありがとう。リアチューと何を話したらいいですか。何でも話してください。悩み相談でも。
綺麗なつむじですか。今日も優しく、いやでも浮気するから、うん、お説教タイムかも。ひろにゃとさんありがとう。よし、まつげやって、ここからが勝負。よし、気合い入れて。口開いちゃう派。どうだろう。オノピーターありがとう。でもいいよ。多分今日はまるまる3時間できない気がするんだよね。帰ってお話が終わった後も用事があって、でお昼も12時、タイムリミットが3時間できない気がする。
ぜひこの枠が最後だと思っててくれてた方がいいかも。ヤッシーさんありがとう。1位まで14万ポイント。おはようございます。うち氷食べたい。熱い。今何時だろう。9時18、あとちょっとで30分、あと1時間だ。あと10分で終わりたいと思います。目標は2位継続です。はい、シャニオド、こちらこそ。リエッツのこと違う、本当？降りてきて。めっちゃ声聞こえたね。多分近所の方だと思う。めっちゃドア、私の家もドア全部全開にしてるんで。クリラちゃんハートありがとう。足立さんありがとう。嬉しいだけ。リエちゃん好きだ。嬉しい。リエちゃんと何話すか。何でもいいよ。本当に悩みそうなんでも何でもにゃん。すごい。降りてきて。って。
お、まんつげいい感じ。下まつげも描こうかな、今日描こうじゃない、やろうかな。めっちゃ聞こえる。まず全開すぎる。ひなさん、ありがとう。今日も一円かよ、本当に。本当ですか。早く食事したい、私も。みんなと食事したいのだ。あ、何が。よいしょ。エティシのどこ行った？ありがとう。あった。ああ、寿司。何を？まあするものがないや。今日も暑いね。おはよう、暑いね。
シャイプ。一回ちょっと終わろうかな。タワーのお礼して一回終わろうと思います。よいしょ。終わりました。でも全然まだチークとかいろいろやってないです。ありがとう、M たちさん。一色玉タワー、今日も、暑いけど頑張りやつタワー、2本もたくさんありがとうございます。いつもありがとう、応援してくれてありがとう。 M たちさんありがとう、ありがとう。8888ありがとうございます。本当にいつもありがとうね。嬉しすぎる、感謝。キーさんありがとう。今中です多分。よいしょって。タワノさん、タワーありがとう。花火タワー、今日もオンラインめっちゃ楽しみにしてるよ。いつもありがとう。ドーノさんありがとう。ヨシレンさんありがとう。お話かよろしく。嬉しい。からし大根さん、4時間目、ありがたわ。ハチハチハチ、みんな本当にありがとうね。たくさんのタワーありがとう。ありがとう。楽しみ楽しみ。あと2分1時間配信。でもこの配信によったら結構差がついちゃうかな。3位になって、そっから。
と30分ぐらいやろうかな。夜できなくて悲しい。結構夜できないのあれだよね、辛い。あ、そう、あとでもオンライン話か会場で30分ぐらいできたらいいんですけど、できるかな。ミヤチューに夢中のからし大根さん、ありがとう、嬉しい、いたわー、嬉しい、くまたんがわーって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、本当にいつもありがとうございます。からし大根さん、嬉しい。リアチューイムジのからし大根さん、ありがとうわ。最近ずっとリアチューの配信に来てくれて嬉しいだけです、本当にありがとう。オンライン楽しみにしてるね、ありがとう、嬉しい、パチパチ。そう、3位とのね差が少しでも広がるようにしたいです。ピッチにさ、ファイトありがとう、パチパチ。トゥルさん、はじめまして、おはよう、ありがとう、ありがとう、ハートありがとう。そう、嬉しいだけだよ、嬉しいだけ。お、虫が。あずんさん、ありがとう、楽しんでる、嬉しい、そんなこと言ってくれて。本当にかえ、嬉しい。スズドさん、はじめまして、リアチ、やっほー、やっぱさん、ありがとう。あとじゃあ15分、30分、15分ぐらいやろうかな。ちょっとさすがにこれでは終われないので、ぜひよろしくお願いします。夜ができないの悲しすぎる。リアチ、ほんとベジさん、嬉しい、ぜひ押してくださいボックスタンタン、ぜひ。ハチエストブリさん、ありがとう。スクショタイム
321。321。321。321。リアチポーズ。よ、321。ありがとう。つくつタイムでした。あ、トーナさんありがとう。レインボーさんたくさん。嬉しい。え、嬉しい、レモンスタントマン。あ、ボックスタントマンありがとう。嬉しい。ぜひ押してください。サンドさん、ありがとう、レインボースター。嬉しい、ありがとう。リアチュー。ロケティさん、ありがとう。福祉タイムの数え方は、マイモンと同じ。え、そうなの？あ、モンモンで思い出すけど、やっぱなんでもない。キュンキュンしちゃった。本当？ピエチューはモンモンに会えなくて寂しいんだってことをモンモンに送ったら、本当だよって言われた。まだ返信返してないけど。トーノさんありがとう。レインボースターありがとうございます。いつもたくさん愛してくれてありがとう。オンラインで何話そうね。またウキウキしてるよ。いつもありがとう。ハルさん、木彫りのシャケさんありがとう。リアチュウのカラシ大根さん、ん、ほんと、リアチュウのこともっと好きになってくる。おもんがたんさん、お元気かな。リアチュウの DD、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい、ええ、嬉しい、やっほー、ありがとうございます。こちらこそ、888。おやじさん、ありがとう。1位まで5万ポイント、ありがとう。ぜひ、アラエリアの応援を皆さんよろしくお願いします。ハルさん、ありがとう。やっぱさん、ありがとう。僕は先生、佐々木先生、泣きながら、大丈夫ですか？いつも泣いてるイメージ。夢中、ありがとう。失恋のこと話すとか、確かにいいね。私はよく行ってる、じゃあ私がよく行ってるとことか考えとこう。私が好きなコンビニのご飯とか、私はコンビニのブリトーが好きです。4ヶ月長い。大阪かな、大阪の楽しみすぎる。セブン派、うん、え、セブン派とかよくセブン行ってるからセブン派なっちゃったかも。大好きすぎる印象、多分よくみんなよく行ってるからか。
ブリと美味しい。場所の問題、確かに。やちゅー、こっちセブンだらけ。セブンもいいよね。私最近もう豆腐が豆食類にハマっちゃった。ブリとはハムチーズが好き。ミニストップがあるとみんなこぞっていく。え、本当にそれです。ミニストップ広島にないからな。ポプラがないね。花火さんありがとう。星の花火嬉しい。うちないセブン多め。多いよねセブン。私のうちの周りはローソンがあまりなくてセブンとファミマがあります。セブンちょっと離れ、ちょびっと離れてるけどファミマが一番近い。都会広島出てないのよ。ポプラ時々一人で東京。まだおるんだ。カトルさんありがとう。そうなんよ。君とめくらにやってまくわるくいや中、カラオケをしたい気持ちがあるんだけどイヤホンが紛失してしまった。こういう時に限って。そう、結構悲しすぎる。今日買いに行きます。アカペラサークル K とかサンクス。何やろ、サンクス知ってるかも。リーズのつむじ、ほんと探したんよ。でもなんかタクシーに忘れたかもしれん。集中しちゃうことある。結婚してありがとう。でもリアチのこともっと好きになってくれなきゃ結婚できない。そう、え、でも昨日昨日は多分レッスン場かタクシーの車の中だと思う。大丈夫ですか？嬉しい。待って、本当に最悪。アルゴンさんありがとう。ね、タクシーだと済んじゃう。もう最悪。夢中。確かに。でもイヤホンごときでね問い合わせるのはちょっとめんどくさいなって思うから。だからもう買うのが絶対早いかななんて思っちゃったり。でもアラリア確かに。でも名前が見つかったとて届くのかな。警察に行かないと。でもさ、イヤホンでさ落ちててさ警察に届ける人なんかいないよね。マイディーオーズありがとう。買うのがすん、買います。私は今日買いに行く。オノプリカありがとう。
9時まで配信します。ぜひ応援よろしくお願いします。買った方がいいよね、エアポーツなくなりがち。エッチさんありがとう。やばい、目がなんか最近かゆい、最近でかゆいかも。まつげが生えてるのかな。あ、これだ絶対。あ、10時、そう10時。取れた。あ、そうなん、イヤホン送れないんだ。お店で扱ってくれる。すごっ。ナリバーさんありがとう。大量のイヤホンが届く。最近ね、最近というか、いやマリでもポーチにはまりすぎちゃって、なんかもうポーチが家にめっちゃあるのに可愛くて買っちゃうんだよね。タカパパペありがとうね。そう、マリークワントのポーチが可愛すぎて、でもちょっと高くて手が出せないんですよ。まだ高い。タカパパペありがとう、嬉しい。たくさんありがとう、嬉しすぎる。ありがとう。嬉しい、レインボースタートありがとう。しかもあと1位まで3万8000ポイントありがとう、嬉しい。ありがとう、サカパパぴょん。結婚して、どうしよう。検討中だからな。ナリバーさんありがとう。みんなありがとう。あと3万8000ポイント。あとちょっとだ、1位まで。1万いった、ありがとう。ありがとう、タカパパさん。インボースタタはいつもありがとうございます。プレゼントにもらった服めっちゃ着てるよ、ありがとう、ありがとうね。検討を加速させますか。何の検討。あ、ローケイティさんありがとう。レインボースターたくさん嬉しい、嬉しい時だ、ありがとう。ありがとうなんだ。8888。
めっちゃね、タカパパパヨンからくれた服めっちゃ着てるよ。ありがとう。タオノさん、ハッシュタありがとう。888。レインボースター嬉しい。結婚してどうしようかな。リエチェのとこ、リエチェのところずっといてくれるっていう、いてくれるなら考える。結婚してあげる。ひらとじさんありがとう。1万超えたありがとう。ひらとじさんありがとう。だるま嬉しい。アハートありがとう。リアピョン大会にゃー。こくなく多い。先生とかずっといる。本当に本当かよ。最高かよ、最高かよ。最後かよ。おいえいえ、ちゃうちゃう。何をしていてもこの胸が切なくて苦しくなるんだ。結婚して、え、どうしよう。でもスーさんは散歩ばかりするからちょっと NG で。でスーさんね、本当になんかもう毎日毎日推しが増えてる気がする。タンタありがとう。ショートになったミューポンにも手つけてそう。なんか髪伸びたか。あはおはよう。結婚してギフト投げます。本当にリアチのこと大好きですか。本当ですか。もっと好きで言ってください。1で割れてよかった。嘘、まだ2位だよ。7ヶ月嬉しい。だった過去形。1位になってる。嘘嘘。まだ表示されない。情報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 。ここにはね、表示されるんだよね。まだかな。まだ。ああ、なった。ありがとう。嬉しい。たけありがとう。嬉しい。多分1ありがとう。おめでとう。もしぜひぜひ差をつけるために皆さん応援よろしくお願いいたします。ラグあるのね。そうなんよ、ボクスタン。そうなの。監視パワーも1、もちろんパチパチ。そんななかったね。そうなので、ちょっと差をつけたいです。あはあはあ。リアチさん一色玉ありがとう。リアチューとリアピョン隊の皆さん素晴らしいね。リアピョン隊の皆さんありがとう。ニンニンヒーちゃんありがとう。ニンニンありがとう。ギフト投げてみたい。みんな見てくれてありがとう。おはよう。みょんぴーさんありがとう。頭の隅にずっと聞いてる息を。ありがとう、ヒロリンハットさん。あいえ。
前髪流してるのも似合ってますか？前髪流すのとまっすぐかアイドル前髪。前髪に行きます。結婚してまた嬉しい。考え中。たまたこさんありがとう。ペンライト楽しみサイン会。え、前髪はずっと右に流してたけど最近左に流すのもありかもと思って。トマトもありがとう。タコ嬉しい嬉しいよ。トムトもありがとう。え、本当気を整えよかった。嬉しい。じゃあその前髪にしてみようかな。今日オンライン話し会で。タコーカイさんありがとう。たまたまミヤカブルさんありがとう。嬉しいよ。私あと2日予選ん予選あと2日。皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。ミヤカブルさんたまたまありがとう。そろそろ1時間始まるね。たまたまさんヤシコさんカイさんありがとう。嬉しい。本当にみんなありがとうございます。差をこんぐらいからこんぐらい開けたいです。トムトムさん嬉しくてありがとう。アルゴンさんトムトムありがとう。1で2終わりたいです。トムトムありがとう。嬉しい。めっちゃ声聞こえた。嘘。ワンワンの言ってる。嬉しい。またトムトムタコありがとう。嬉しい。トムトムありがとうね。嬉しい。またまたタコさんありがとうございます。宅急便気合ってた。タコさん、お、写真集届きましたか。ワンツーフィニッシュ期待。ボックスターン、添えてくれて嬉しい。ぜひ応援よろしくお願いします。チューポン、チューポン、チューポンで1と2を取りたい。山広さんありがとう。もし、あ、ミエポンとコラボ配信したい。ミエポンとコラボ配信ダメなのかこれ。コラボ配信嬉しいことありがとう。コラボ配信というか一緒に配信してそう一緒にタコパするっていう。ミミありがとう。見たいよね。でもあんまり期間がないから明日も明日 30? やばい。明日31かな。明日 1?1日。明日がもう名古屋で「コラボ配信あり」多分ダメなのかな。よしことありがとう。あ、コラボ配信いいんだ。マスクもありがとう。嬉しい。明日の名古屋あると思います。でもそう
自分なんか昨日マネージャーさんが言ってたんだけど、西から来るアイドルさんが STU48 だけで、そう、もし新幹線多分動くと思うんだよね。そうか、ミーポンは飽きない。あ、そう言ってもそういうこと考えてるのダメだ。ありがとう、リアチュー、ヤッホー、こんにちは。立ち位置神手、どうだろう。待って、一曲目は多分こっち側で、自分から見て右側は下手だよね。一曲目はこっちで、二曲目が、違う、待って思い出せない。二曲目が、あれかな、二曲目もこっち側、三曲目真ん中あたり、むずいな、下手かな、どっちも多いかも。またメールで送るね。やった、ありがとう。回るなベニックさん、ありがとう。そろそろ大丈夫かな、ちょっとこれで終わるのちょっと結構悔しいんですけど、夜配信できないので。でももしお昼できたらしたいなとは思うんですけど、できるか分かんないので、ダンジョン見まーす。13位、あだちさん、あ違う、ひーちゃん、2位、12位、栃木のすーさん、11位、ゆずきちさん、10位、おのぴーたん、9位、よしごたん、8位、やしさん、7位、あだちさん、6位、ローケーティさん、5位、トムトムさん、リエット夢中のからし大根さん、3位、たかぽぱぴょん、2位、トムさん、1位、エムたちさんです。ありがとう。長崎たまや、トムトムありがとう。たまやたくさんありがとうございます。嬉しすぎる、トムトムありがとう、嬉しい。オンライン話会、皆さん待ってます。あ、リエットからし大根さんもう、いや、もう結婚できないじゃん、もう浮気ばっかり。あ、最初ありがとう。こちらこそみんなありがとうね。トムトムありがとう。たまやハンター。またね。ありがとうみんな。おやすみ。